一は清く正しい社名丸です。新聞記者にとって紙とペンは何より大事な道具の一つです。私はいつも真実を伝えているつもりですよ。記事にすることで一つの真実を確定させているわけですからね。こんな話ご存知です？箱を開けてみるまで生きてるのか死んでるのかわからない猫、真実というものも箱の猫と同じなんですよ。あややや、幻想郷が消滅。そして立ち上がる幻想郷の勇士たち、これは一面間違いなしですね。遥か空から見渡せば何か面白いものが見つかるんです。幻想郷というところはね。次は何を狙いましょうか。事前登録受付中。愛がアップ、原稿料もアップ。